はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として生活をしています。今回、現像の話をしようと思ったんですが、ちょっとカメラバッグに関するリクエストが来てたので、それを紹介します。カメラバッグって、ショルダー式とかリュック式とか、種類がいっぱいあるじゃないですか。それって何が違うのっていう話だったので、今回はカメラバッグの形状の違いやカメラバッグ選びのポイント、ついでにおすすめのカメラバッグも紹介します。皆さん、カメラバッグって何使ってますかね？それぞれの形状によって使用用途って結構変わってくるんですよね。皆さんはちゃんとそれを意識して買ってますか？もちろんカメラと一緒で好きなものを買えばいいんですけど、自分の撮影スタイルと違うカメラバッグを買ってしまうと、いざ撮影に出かけた時に、結構疲れちゃうんですよね。ちなみに僕はリュック式タイプのこのカメラバッグを使っています。これはロープロのバーテックス200ですね。結構ちっちゃいやつです。もちろんこれを使っている理由もちゃんとあります。僕はどっか車から離れて撮影するときは必要最低限の機材しか持っていかないので、この大きさで十分なんですよね。で、それぞれの形状についてのメリットとデメリットを話していきます。まず僕と同じようなリュックタイプ。リュックタイプの最大の特徴は、重量がある機材でも背負えば比較的容易に持ち運べるっていうことです。形状で使い勝手とかは結構左右されちゃいますが、原則的に両手をフリーにできるので、登山をしたりとか足場の悪い場所に撮影しに行くときにおすすめです。リュックタイプのデメリットとしては、重たい機材を運べるんですけど、背負った時にいちいち下ろさないといけないので、出し入れが非常にしにくいです。動物の撮影なら一回望遠レンズさえ出してしまえばそれで済む場合も多いんですけど、風景とかで、例えば渓谷の川沿いで撮ったりとかして頻繁に機材の出し入れをする場合だったら、すごい不便に感じるかもしれません。ただ現状、長距離歩いて撮影するってなると、リュックタイプ以外の選択肢がないんですよね。次にショルダータイプ。リュックタイプの次に使ってる人が多いと思います。ショルダータイプは機材の出し入れが素早く行えます。またリュックタイプと違ってすぐに肩から下ろせるので、スナップ撮影とかにも便利で、車で移動して撮るタイプの人にもおすすめです。ショルダータイプは出し入れしやすいのと、あと短距離であれば持ち運びもできるので、そういう撮影がメインの人にはいいです。ショルダータイプのデメリット、基本的に肩掛けになるので、移動時にすごい負担がかかりやすくて、重たい機材を多く運ぶときには肩の負担がものすごいです。そのためあまりにも長距離歩くような撮影には向いてません。ただ軽くトレッキングとかちょっとした軽登山ぐらいだったら大丈夫だと思います。次にローリングタイプ。これは超望遠レンズとかヘビー級の機材を持ち運ぶときに便利です。また街中とかでポートレートの撮影でスタンドとかストロボも一緒に持っていかないといけない場面では重宝します。だいたいこういうタイプってめちゃくちゃ頑丈に作られているので、飛行機とかに機材を乗せて運搬するときにもおすすめです。初心者の方はともかく、ハイアマチュアぐらいの人になると、機内持ち込みだけで機材を運べない場合とかもありますからね。また車で基本的に移動して撮影するタイプの人にもおすすめです。デメリットは、頑丈に作られている分、このカバン自体の重量も重たいし、そもそも持つことができないので、アスファルトや整地された以外の場所には持ち運ぶことはできません。次にハードケースタイプ。これね、あんまり使ってる人見たことないんですけど、外部からの衝撃には強いから、車とか飛行機とか上に物が積まれる前提の場合には必要かもしれません。デメリットも、形状見てもらえば分かりますけど、こんなの持ったら一瞬で腕疲れますからね。ただこの形状は、僕はちょっと思い出があって、スタジオで働いてる時にこのハードケースでね、持ち運びした時があったんですよ。確か企業かなんかのパンフレットの撮影だったんですけど、車から出して台車にハードケース乗せて、
エレベーターにね、こう乗ろうかなと思ってたんですよ。したらエレベーターってあの下に段差あるでしょ。あそこにあの台車がつまずいて、あのハードケースごとねパーンって吹っ飛んでったことは一回ありますね。あれカメラの仕事してる人だったらわかると思いますけど、めちゃくちゃ焦りますよね本当に。まあハードケースだったから中大丈夫だったんですけど、周りの企業の社員の人に見られてめちゃくちゃ恥ずかしかったですよね。でちょっと話がそれましたが、大まかに形状はこの4つがあるんですが、まあ、もう一つあって、それがこのスリングタイプ。これは初心者やこれからミラーレス機を使う人におすすめしたい形状なんですが、まあ、特徴は肩にかけたままバッグの位置を前にずらすことでバッグを下ろさずに機材の出し入れができるのが特徴で、めちゃくちゃ使い勝手がいいです。ただ容量が比較的小型なので、あまり多くの機材を持ち運ぶことはできません。まあ、でも今から主流はミラーレス機になってくると思うし、レンズもどんどん小型化してってるじゃないですか。それこそこの前紹介したタムロンの 70-180 のレンズだったりとか、まあ、キャノンも RF で 100-500 だったかな。なんか今すごい小型の望遠レンズを作ってるみたいなので、まあ、機材とか自体の容量がどんどん軽量化小型化されていくと思うんですよね。そうなってくると今まで使っていた大きなリュックタイプやショルダータイプは一部のハイアマチュアやプロの人たちのみが使用して、まあ、初心者の人とかは今後スリングタイプが主流になっていくんだと思います。大まかに今形状の話をしてきましたが、次は選ぶポイントを紹介します。機材に対してゆとりのあるサイズを選ぶ。当たり前のように思えるんですけど、意外とみんなちょうど入るサイズしか買わないんですよね。慣れてる人とかで、まあもうこれしか使わないって容量が把握できてる人ならいいんですけど、まあ後からレンズ買ったりフィルター買ったり、最初のうちって結構物が増えていくんですよね。まあ、なので、まあ、レンズを2本しか普段使わない人であれば、レンズ3本とプラスフィルターとか小物が入るサイズを選ぶといいです。あと、ゆとりがあるサイズを選ぶ理由の一つとして、ボディとレンズを装着して、そのまま入るサイズを選ぶっていうのも重要になってきます。バラバラにしてピッチリ入るんじゃなくて、もう使ったまんまスポンって入るサイズの方が絶対に便利です。ただあまりゆとりを持ちすぎて大きくなりすぎても、まあ、持ち運び自体がしにくくなるので、まあ、その辺は機材のサイズとか考えて選ぶって感じですね。2つ目、保護力。まあ、カメラバッグはそもそもカメラを保護するためのバッグなので、まあ、他のカメラバッグと比べて保護性は高いですが、まあ、物によっては薄っぺらかったり水に濡れたらすぐに浸透しちゃうのがとかっていうのが結構あるんですよね。僕も写真始めてから、まあ、数え切れないぐらいカメラバッグを使ってきましたが、一回すごい使いやすかったカメラバッグがあったんですよね。それをしばらく使ってたんですけど、仕事である撮影に行った時にこうポンってこうスタジオの床に置いた瞬間に中のフィルターがねバキバキに割れた経験とかあるから、あんまり底が薄いやつはやっぱり気をつけた方がいいですね。だから保護性が高いかどうかは買う時に一回カメラバッグの底とかちょっと軽く叩いてみて絶対に確かめた方がいいです。3つ目は先ほどから話してきた撮影目的によって形状を選ぶっていうこと。出し入れをよくするなら、まあ、ショルダータイプとかスリングタイプがいいし、まあ、風景とか動物とか撮るためにある程度車から離れたりとかそういう撮影をするならリュックタイプがいいです。まあ、でもカメラバッグは、まあ、実際こういうレンズと一緒で目的に合わせて使用していくものなので、これっていう一つに決めるよりもいくつかタイプ別に買っておくのがいいと思います。最後におすすめのカメラバッグの紹介。僕がおすすめする、まあ、メーカーとしては、まあ、ロープロですね。もうこれが僕一番好きですね。まず今使っているこのロープロのバーテックス、これめちゃくちゃ耐久性も機能性も利便性も最強で一番使いやすいです。
ただ今はもう発売されてないので、同じラインナップでロープロから発売されているロープロのプロランナー、これがおすすめです。これはバーテックスの価格の半分以下なんですが、使い勝手が向上して同じ耐久性を備えているらしいので、まあ、もし僕が次買うんだったらこれを買います。まあ、今年ぐらいにちょっと買おうかなと思ってるので、まあ、もし買ったらまたレビューにしたいと思います。価格も 1,2万円ぐらいですし、まあ、大きさも小さいものからフルサイズが入る大きいものまで様々なラインナップがあって、初心者からプロの人まで使えるいいカメラバッグです。買いたい人がいたら、まあ、下の概要欄に貼っとくので、まあ、リンクから見てみてください。でもう一つ、ロープロのパスポートスリング、これはね、なんかだいぶ前に知り合いからいらないからって言ってわざわざね郵送で送ってもらったんですが、まあ僕も結局使わなくて売っちゃったんですが、まあ、レンズ 1,2本とあとカメラ本体も入るし、スリングはさっき言ったようにこれから主流になってくるバッグだと思うので、ミラーレスとか、まあ、軽いカメラをメインにしたい人にはおすすめです。価格はさっきヨドバシで見たんですけど6000円ぐらいで売ってましたね。これも一緒に下の概要欄に貼っときます。今回のまとめ、まずゆとりのあるサイズを選ぶ、機材を保護できる頑丈なものを選ぶ、で撮影目的をよく考えて選ぶ、まあいろんなメーカーやタイプがあるんですが、まあ僕はロープロのリュックタイプがおすすめだと思いますね。今後ももし写真やカメラに詳しくなりたい人がいたら、ぜひチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。